武田豊樹、武田豊樹、武田豊樹、1974年1月9日体は、競輪選手、元スピードスケート選手、北海道斜里郡斜里町出身、釧路緑が、岡高等学校、現、武治館高等学校卒業、身長177センチメートル、体重78キログラム、85キログラム、90キログラム、高校時代は、 同学年で後に長野オリンピック500メートル金メダリストとなる清水博康よりも好成績を収める。高校卒業後に王子製紙スケート部に入部するも伸び悩み、日本競輪学校入学を目指すために1997年に現役を一時引退し、同スケート部を退部。当時の24歳未満という年齢制限で自身、ラストチャンスだったが、二次の学科試験で不合格。 失意の中、4畳半のアパートで男3人の共同生活を送る。ある日、仕事で訪れた成田国際空港で海外遠征から帰国した清水と偶然再会。一緒に練習したことにより、スピードスケートへの思いが徐々に湧き上がり、清水の計らいもあって1998年に現役復帰。所属は橋本聖子が設立した聖子橋本インターナショナ。 清水と一緒に練習することで成績が向上し、2002年、ソルトレイクシティオリンピックの代表に選ばれる。初めてのオリンピックとなる、ソルトレイクシティ大会では500メートル8位、1000メートル16位に終わる。同大会後、ちょうどオリンピックの8位までの入賞者を対象に、日本競輪学校の特別選抜入学の応募条件が29歳未満に引き上げられたため、 競輪選手への転向を再び表明した。日本競輪学校へは、植松一氏に次いで二人目となる、一種目からの特別選抜入試により合格し、卒業後は、日本競輪選手会茨城支部所属の選手として、本拠地を取出競輪場に据え、十文字高信部の師匠にあたる河村慶造に弟子入りした、スケート時代の頃から河村の指導を得ていた。 2003年7月4日に、立川競輪場でデビューを果たし、初出走で、初勝利も挙げたが、その2日後の決勝戦で、落ち者による右鎖骨骨折の浮き目を味わう。しかし怪我からの復帰後は、快進撃を続け、デビューから約半年後の2004年1月13日には、A 級3班から S 級2班へ、史上最速の特別昇級を果たしている。その後は一気に、 競輪界のトップクラスに位置する選手となる。同年7月、関連新脳パイに GI 初出場で決勝進出。デビュー387日は、グレード制移行後の最短記録である。2005年1月からは、ラピスタ新橋と契約し、公営競技初となる、個人スポンサー内義ユニフォーム、左肩を着用。年間獲得賞金上位により、 年末の最高峰レースのケイリングランプリ例へも出場した3着。なお2006年にもヤンググランプリの出場選手として選抜されていたが、昨年すでにケイリングランプリに出場していたこともあり、自己都合を理由に出場を辞退している。この年4月からケイリングの CM アスリートの思い、豆津和幸監督に主人公として出演した。 その後も特別競輪における活躍は見せるものの、優勝とは遠,遠い日々が続いていたが、2008年11月に、広島競輪場で行われたふるさと、ダービーの決勝では、後方6番手から豪快にめくり切って優勝。GII 初制覇とともに、この開催限りで廃止された、ふるさとダービー最後の覇者として歴史に名を刻んだ。また、 この勝利により年間獲得賞金額が上位になり、2009年は初の SQS 半格付けとなった。2009年3月には、岸和田競輪場で行われた日本選手権競輪の決勝において、最終バック5番手からめくりを放ち、ゴールでは加藤新平との写真判定となったがビサで退け、ついに特別競輪初優勝を果たし、タイトルホルダーとなった。 6月の高松の宮記念杯決勝では一期先輩に当たる済し下の平原幸太を番手に回して GI 初優勝に導き7月の肝心新脳杯決勝では平原の後くらいを回ったがこの時は着外に沈んだしかし7月25日に行われたサマーナイトフェスティバル決勝戦を制止優勝そして9月23日に行われた オールスター競輪決勝戦では再び、平原康太の番手を回り、抜け出しに成功して優勝し、GI に照明を飾った。これにより史上最高額の賞金王がかかった、競輪グランプリ0級では3度目となる平原の、番手から抜け出し直線で粘ったものの、ビサで、エビネ、ケータの2着に敗れ、800万円差で、年間賞金総額2億円突破もがした。 しかし2010年には2月に、玉の競輪場で開催された、東西王座戦東王座戦で平原の番手から抜け出し優勝を果たし、その後も SS シリーズ風光カルでの決勝2着や、特別競輪の決勝に3回出走したことから、年間獲得賞金上位により、競輪グランプリ2010への出場を決定させた、6着。2011年は2月に、 豊橋競輪場で開催された東西王座戦東王座戦と4月に竹尾競輪場で行われた共同通信社背競輪春一番において共に決勝で平原の番手から抜け出し優勝し競輪祭での決勝2着を含め獲得賞金上位で競輪グランプリ2011への出場を決定させグランプリでは2着となったが乱入したファンに追いかけられるハプニングにあった 2012年は2月に高知競輪場で開催された東西王座戦東王座戦で3連覇を果たし、ふるさとダービー同様に最終開催の優勝者として名を刻むことになった。6月には生まれ故郷の北海道で初めて開催された高松の宮記念杯競輪の決勝において冷静に3番手を確保してから直線抜け出して優勝し、 3年ぶりの GI 優勝を果たした。8月に四日市競輪場で行われたサマーナイトフェスティバルでも3年ぶりに優勝している。さらに12月には競輪祭の決勝で最終バックからまくって年間 GI2 勝を手にした。自転車競技においても全日本プロ選手権、自転車競技大会の競輪種目で2006年から2009年まで4連覇。 さらに2011年も優勝しており、大変弦がいい。2013年は4月4日の川崎記念初日11レースにおいて、通算300勝を達成した。その後も、順調に賞金を積み上げてきたが、7月に、高知記念での失格、口述により、圧戦停止処分を受け、以降2013年いっぱいまで欠場となった。さらに処分中の同年12月に、 日本競輪選手会から脱退して SS11 を新選手会として立ち上げようとしたことに関し、中心的なメンバーとみなされ、日本競輪選手会から2014年5月1日より1年間の自粛休場を勧告され、武田もこれを受け入れ2014年1月に復帰したが5月より再び欠場し、その後自粛期間が3ヶ月に短縮されたため8月から再び復帰を果たした。 詳細は SS11 の項を参照されたい。その直後のオールスター競輪の決勝において、混戦の中から3番手を確保して、最終に格からの巡りを決めて優勝し、2年ぶり5度目の GI 優勝を果たしたと同時に、年末は2年ぶりに競輪グランプリ2014の出場を決めた。そのグランプリでは、競輪祭において、自らの選考によって優勝に導いた、 平原康太の番手を回り、村上兄弟ら近畿ラインの反撃を受ける前に、番手まくりを打って、グランプリ初優勝を果たし、21人目の発射、自身初となる年間賞金王も手にした。2015年は、高松の宮記念杯競輪の決勝において、まくる平原康太の後ろより、最終ホームから自力に切り替える形でめくりを放ち、先に番手まくりを打っていた。 稲垣博之の後ろに追いついてから直線差し込み優勝する。その後経輪祭の決勝においても一旦ホームで平原から離れたもののサイドをマークする展開から平原のめくりに追走しゴール直前で差し込み優勝している。2016年は1月9日の和歌山 G3 初日に落ち車危険、帰京。4月16日の高知 G3 準決勝でまくり。 本年20走目で初勝利を果たした前年12月8日の佐世保爺さん最終日特集以来の1着ほど前半は不調だがサマーナイトフェスティバルの決勝2着とオールスターの決勝4着で年間獲得賞金争いに加わり競輪祭の決勝で優勝した平原幸太の番手から2着に入ったことにより最後の賞金で 競輪グランプリ2016への出場を決定させた。2017年は地元、取手で行われた全日本選抜競輪で決勝2着に入り、日本選手権と高松の宮記念杯競輪でも決勝に進出するなど、前半は好調をキープした。後半では、オールスター競輪の落ち者での骨折もあり、欠場するなど苦しんでいたが、最終的には、 前半の貯金を活かして、賞金枠上位として、ケーリングランプリ2017へ出場を決めた。2018年8月の、第61回オールスターケ競輪、岩木平ケーリン場、ドリームレースで一着になった際、通算取得賞金15億円を突破した、通算10人目、現役選手4人目。かつては特筆されるほど軍を抜く豊富なスタミナと、 トップスピードを誇り、先行した時のバテない力強さを生かして、競輪界のトップクラスに上り詰めたが、自転車競技経験の短さからか自らラインの先頭に立つ時の作戦立てには弱い面があった。しかし近年、めくりが主体になってからは、集団確保など位置取りの技術に優れ、番手を追走してからの差し足も極めて信頼できる、もので、 車間明けや牽制もこなすほか、本格的な追込み選手のように打ちを救って、陰を強襲することもあるほど戦術が豊富になっている。また本人談話で多く見られる、負けパターンを意識した競争を徹底しており、横の牽制にも強いため大崩れがほとんどないのも、特徴といえ、神山雄一郎など同地区の選手から、全幅の芯を置かれている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。